赤原イモリ、赤原イモリ、サイナップスピラガスターは、優美名イモリカイモリ族に分類される、両生類の一種。略して、赤原と呼ばれるほか、日本で単にイモリと呼ぶ場合本種を指すことが多い。日本イモリ、日本イモリ、日本英という別名もある。本州、四国。 九州とその周囲の当初に分布する日本の固有種で、当該地域に分布するイモリとしては、唯一の種でもある。当初では、佐藤ヶ島、沖諸島、行島、五島列島、大隅諸島まで分布するが、津島島島には分布していない。大隅諸島では近年、生息の確認はない。北海道や伊豆諸島などには本来、分布していなかったが、人為的に移入されたものが増えており、 問題となっている。なお、奄美大島から、沖縄本島には、シリケンイモリとイボイモリが分布する。全長は10センチメートル前後で、2対4本の短い前足及び2対5本の後ろ足と長い尾を持つ。参照例と異なる皮膚がザラザラしている。背中側は黒茶褐色で、腹は赤字に黒の反転模様になっている。赤身や反転模様は、 地域差や個体差があり、ほとんど黒いものや、全く反転がないもの、逆に背中まで赤いものもいる。フグと同じテトロドトキシンという毒を持ち、腹の切骨の反転模様は毒を持つことを、他の動物に知らせる、警戒色になっていると考えられている。陸上で強い物理刺激を受けると横に倒れて、体を反らせ、赤い腹を見せる動作を行う。イモリは、 脊椎動物としては特に再生能力が高いことでも知られている。例えば尾を切ったとしても本種では完全に骨まで再生する。また死を肩の関節より先で切断しても指先まで完全に再生する。さらには目のレンズも再生することができ、この性質は教科書にも記載されている。多くの脊椎動物ではこれらの部位は再生できない。ちなみに、 をおうぎ入れし再生することが知られているトカゲでも、尾骨までは再生しない。なお、この再生能力の高さは、生態学的研究の立場からは、障害になる場合がある。個体識別をするためのマーキングが困難となるためで、ある。一般に、小型の両生類や、爬虫類では、様々なパターンで足指を切ってマーキングしたり、個体識別、トークリッピングを行うが、 イモリの場合には、簡単に再生してしまう。尾に切れ込みを入れても、傷が浅ければ、すぐに再生する。さらに札などを縫い付けても、やはり皮膚が切れて外れやすく、その傷もすぐに癒えてしまう。水田、池、川の淀みなど流れのない淡水中に生息する。繁殖期以外は、水辺の近くの林や、クズなどのシュゲル、草地の水気の多い枯れ草の下などに潜むことが多い。 日本産山椒生類は繁殖時期に飲み水辺に泊まるものが多いが、本州の生態は繁殖期以外も水中で生活することが多い。ただし雨の日には水から出て移動することもある。冬は水路の落ち葉の下や水辺近くの石の下などで冬眠する。妖精も生態も昆虫、ミミズ等の小動物を貪欲に捕食する。他の両生類の卵や、 呂生の有力な捕食者ともなっており、モリアオガエルや安倍山小魚など希少な両生類の生息地では厄介者とされる。ワミオのイモリはノイドの中にも生息するので、井戸を守るに由来するという説や、イは田んぼを意味し、水田に生息することから田を守るとの意味に由来するという説がある。名前がヤモリと似ている。しかしヤモリは爬虫類であること。 人家の外壁などに生息し、一生を通じて水中に入ることがないこと、変態をしないことなどが、イモリとの相違点である。春になり、気温が上昇し始めると、生体が水中に姿を現す。オスが、メスの行く先に回り込み、紫色の婚姻色を呈した尾を、体の横まで曲げて小刻みに震わせるなど複雑な、求愛行動を行う。この時に、 オスが分泌するフェロモンであるソデフリン、ソディフリン、ヌカタオウの単価にちなむが、脊椎動物発のペプチドフェロモンとして報告されている。メスが受け入れる体制になると、メスはオスの後ろについて歩き、オスの尾に触れる合図を送ると、オスが、性死脳を落としメスが相配しつ空から取り込む。その際に、オスの求愛行動に地域差があり、地域が異なる。個体間では、 呆肺が成立しにくいと言われる。メスは、寒天室に包まれた、受精卵を、水中の水草の葉にくるむように一つずつ散乱する。流水に散乱する種類がいる。山椒を例に対し、赤原モリは水たまり、池、川のよどみなど流れのない止水域で産卵、発生する。卵から孵った妖精は、アホロートルのような外エラ、外エラがあり、さらに、 バランサーという突起を持つ。妖精は、初めのうちは、足も生えていないが、やがて前後の足が生える。ただし帰る、オタマジャクシは、まず後ろ足から生えるが、イモリは、前足が先に生える。外エラがあるうちは、水中で小動物を食べて成長するが、口に入りそうな、動くものには何にでも食いつくため、とも食いすることもある。妖精は十分成長すると、 外エラが消えて、生体と同じような形の幼体となり、上陸する。妖精の皮膚は滑らかだが、幼体の皮膚は、生体と同じくザラザラしており、乾燥には、幾分抵抗性がある。そのため、上陸した幼体を無理に水に戻すと、皮膚が水を弾いて気泡がまとわりつき、銀色に見えることがある。幼体は、森林内などで、小さな昆虫や、陸生貝類、 ミミズなどの土壌動物を捕食して3から5年かけて成長し、成熟すると、再び水域に戻ってくる。田園地帯や森林に囲まれた水域では目にする、機械も多いが、市街地などの護岸された水域では少ない。市街地での個体数の減少に伴い、2006年には環境省レッドリストでも純絶滅危惧種として記され、埼玉県のように条例で捕獲を規制する。 自治体も現れた。他地域でも絶滅が危惧されている個体群は少なくない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。